分かる。はい、これがコンクリートの10倍ってやつですよ。ああ、全然違うわ。どうなんですか、違うんですか。全然違う。だからコンクリートで目地とかタイルの修理やってもダメになっちゃうでしょ、うん、だから修理するのはこの辺でやれと修理できるんですよ。あ、絶対間違いないや。あ、そう、わかる。はい、これがコンクリートの10倍ってやつですよ。ああ、全然違うわ。どうなんですか、違うんですか。全然違う。だからコンクリートで目地とかタイルの修理やってもダメになっちゃうでしょ、うん、だから修理するのはこの辺でやれと修理できるんですよ。あ、絶対間違いないや。あ、そう、うん、手に負えない。コンクリートだったら折れるでしょ。折れます、うん、折れない、うん、切らないようにしてくださいね、ええ、エポキシはね結構手切っちゃいますからね。そんなんで叩かないでくれるって話だけど、叩いてみてください。いやいや、でも分かるぞ。分かる。はい、これがコンクリートの10倍ってやつですよ。ああ、全然違うわ。どうなんですか、違うんですか。全然違う。だからコンクリートで目地とかタイルの修理やってもダメになっちゃうでしょ、うん、だから修理するのはこの辺でやれと修理できるんですよ。あ、絶対間違いないや。あ、そう、うん、だから圧縮は平米あたり1トンなんですよ。平米立方っていうのは、はい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 、とかコンクリートだと100キロなんですよ、うん、でエポキシの場合はこういうのやると1トンなんですよ。それで一番最初言った通り、あの缶工場、はいはいはい、青函工場のとかレシプロエンジンなんかの3億円とかするエンジンの基礎工事はみんなこれなんですよ、うん、そうじゃないと振動とかあのプレスの、どんどんと圧力でみんな壊れちゃう、うん、あー、分かった意味合いが、うん、だからこれの、フィラデルフィアレジンにいたっつったじゃないですか、チョックファーストって言うんですけど、はい、それの下地のコンクリートの代わりになるあの基礎工事用のエポキシって、うん、千葉かなんかに、倉庫でみんな取ってあるんですよ。で何トンって取ってあるで、流通させるんですよ。普通だったらコンクリートだったらこんなことやってもボロボロになってるんですよね。あ、そうなんですか、ね、ちょっと気分いいから。本当に本当にこれでポリですか、うん、普通だったら割れるけど、うん、そうなんですか、うん、すごい。まあこれでね、うん、固まればいいっていうやつは、うん、これが柔らかいエポキシっていうパターンもあるんですよ。でもこれは硬くて強いんですよ。あ、でブレニちゃんのはそれが売りなんだよね。いやいや、そういうことです。でこれ5倍、さっき言った5倍、決めが細かいんだ。5倍やってもらえば分かりますけど、これね意外とね強いですよ。これ5倍でしょ。これ今ハサミ研いだら切れるようになってますよ。あ、こんなんじゃ手に負えない。コンクリートだったら折れるでしょ。折れます、うん、折れない、うん、切らないようにしてくださいね、エポキシはね結構手切っちゃいますからね。そんなんで叩かないでくれるって話だけど、叩いてみてください。いやいや、でも分かるぞ。分かる。はい、これがコンクリートの10倍ってやつですよ。ああ、全然違うわ。どうなんですか、違うんですか。全然違う。だからコンクリートで目地とかタイルの修理やってもダメになっちゃうでしょ、うん、だから修理するのはこの辺でやれと修理できるんですよ。あ、絶対間違いないや。あ、そう、うん、だから圧縮は平米あたり1トンなんですよ。平米立方っていうのは、はい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 、とかコンクリートだと100キロなんですよ、うん、
でエポキシの場合はこういうのやると1トンなんですよ。それで一番最初言った通り、あの缶工場、はいはいはい、製缶工場のとかレシプロエンジンなんかの3億円とかするエンジンの基礎工事はみんなこれなんですよ。そうじゃないと振動とかあのプレスの、圧どんどんと圧力でみんな壊れちゃう、うん、ああ分かった意味合いが、うん、だからこれの、フィラデルフィアレジンに至ったじゃないですか、チョックファウトって言うんですけど、はい、それの下地のコンクリートの代わりになるあの基礎工事用のエポキシって、うん、千葉かなんかに、倉庫でみんな取ってあるんですよ。で何トンって取ってあるで、流通させるんですよ。で普通だったらコンクリートだったらこんなことやってもボロボロになってるんですよね。あ、そうなんですか、ちょっと気分いいから本当に本当にこれでポリですか、うん、普通だったら割れるけど、うん、そうなんですか、うん、すごい、まあ、これでね、うん、あの固まればいいっていうやつは、うん、これが柔らかいエポキシっていうパターンもあるんですよ。でもこれは硬くて強いんですよ。ああ。でブレニちゃんのはそれが売りなんだよねいやいや違う、硬くて強くて高いが売りだこれを言うのがちょっと今日気分いいから明日どんぐり1トンぐらい送ってこないで、だからね言い返したんですよでも協賛で奥田さん1トン送ったからとか言うけど保管するとこないから、あ大丈夫、持ってトリフになったらトラックなんか両方の社長はいろんなこと言うよね重いものは持ってくなとか軽いものだけ持ってけとかでもだけどこれあと今使って思ったんですけど、硬化して例えば固定で仕上げるときにくっつきますよね、はい、あれがやっぱりある程度硬化してくると、はい、目は潰れてくっついてこない、はい、まあ、コンクリなんかいい例なんだけど、そういうふうにできるともっと施工性が、やってる方はもう施工性優先になるから、はい、それを 裏ベラにくっつかないようにちゃんと、だからそれのコテの選び方と、うん、あとはその溶剤でコテ拭きながら作業やっちゃうか、はい、仕上げやっちゃうか、ね、うん、2パターンなんですよ。一番いいのはやっぱりこのアセトンじゃないですか、気圧い、いや結構ねアセトンじゃなくて水使う人も多いよね、水、うん、アセトンだとほら飛んじゃうでしょ、うん、と下手と仕事しタバコ吸ってると、そうそうそう、アセトン引火しちゃうからね、工場の床中が燃えちゃうんだよ、えらい詐欺になっちゃうんだよ、うんうんうん、マジで本当に、うん、だから水だとねそれないから、でいいことに水反応するでしょこれ、あ、そっか、うん、だから悪いことないと、 1% までいいもんね、いや工場ね施工やってる時ね燃えたらね、そりゃね目が当てられないから、そうすると水でコテ拭いて切っていくのが一番、ね、そうそうそう、で水つけすぎるなよっていうのが、うん、で泡は消しますしね、そうですよね、うん、結構一番いいと思いますよ、それすごい、だけど本当に共同的にはコンクリから比べれば何十倍だろう、だからよくビル作るなと思って見てるわけですよ、鉄筋入れるにしても入れないにしても、はいはいはい、あ、そのヘラがいいんかいね、それとも何がいいんだいね、ヘラあるよ、ゴムヘラもどちらか使いたいければ、これヘラだし、うん、そうそうそう、こんな感じ、あ、下地の色があれだから分かるわ、でね、やっぱりゴムヘラが一番使いやすい、うん、うん、ゴムヘラ使いやすいけどさ、うん、ゴムの硬さかい、硬さと柄の長さとか、デコボコしたとこには、うん、もう肉つけるのには塗りにくいけどさ、うん、それはね液状だから ねいくらなんでも、つなね社長ね、その接地面から剥がしちゃダメなの、これ貸して、これこれでね、プライマー、このこっちプライマーですからね、
プライマー塗るときはね、あのしごきながらこう接地面から剥がさないように手前に手前にこう樹脂集めていくわけ。それで塗っていくの。そうじゃないと積算の数字の値が出てこないから。これで高温に塗っちゃうと、あのもう職人さんの使いたいだけ使っちゃうわけ、勝手に。だから、うん、あの高温にやって手前に手前に集めて、手前に集めて塗っていくのが、で均一に塗るのがプライマーの塗り方の一番基本中の基本なんです。うん、でコテはコテの職人さんのあれがありますよね。でもね、この作業を教えてくれるエポキシ屋がいないんですよ。そうすると、100平米でも200平米でも均一にこの厚みが塗れるわけです。で材料も無駄にしないわけで、これで、クールFちゃんはやった時にあれ均一にかなり余ったんだよね。これで、うん、あれ30平米で 1.5 キロだから使った量が。それぐらいですね。そう、200グラムだったら30平米だったら6キロ使うでしょ。これも厚塗り。これはニートかけるから厚塗り均一に、これだけ砂ばらまくから、これで、すごく腕がいいと思うんですよ、うん、グレフちゃんは、うん、これで砂かけると砂が均一につくわけ。ああそうか、それでハケじゃないけどコテでやっちゃうとどうしても色が違うから、もう少し厚くすべつで、うん、どん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 厚くなる、うん、これから 砂をかけますからね。で、うん、どうしてもニートがいつ接種はあんまり、ね、多くないけど、ちょっとあれやろ、おしゃれでやるところだけで。でもさ、どこそのとこの車入れるところは僕はいいと思うよ。感情カットなんかね、誰かさんがね、チェッカーズフラッグみたいなね、黄色と黒のね、模様のね、なんか寝言言ってた会社があるんだよね。そうだったらコンクリートでカラーコンクリート売っちゃうな。そうだろう。バイマットがやっぱり目は潰れますね、あると。うん、まあその乾いた砂が上に乗ってるぐらいのところが工法の一つですね。で明日さ、これ固まったらハケ。でもこれフリク出ないんですか、ボコボコが。ボコボコ出ますよ、下塗りが悪いと。結局下塗りの厚みしか浸透しないわけですね。そういうことです、そういうことです。要するに材料の厚み、樹脂の、樹脂時代だって今言ったらコンマ何ミリでしょ。うん、だからプライマーが下地で吸っちゃうとダメなんですよ。だから2回塗りぐらいしないとプライマー、1回吸い込むだけ済ませて、もう1回ニート用のプライマーみたいなの塗らないとまばらになっちゃうんです。社長の言ってる、極端に言えばこれで1回さっき 300g やりましたよね、はい、でローラーかけて履き落として、はい、もう1回プライマーかけてってたらダメなんですか。いや大丈夫ですよ、ダブルニートとか、うん、2回ニートとか、そういろいろできますよ、やりたい放題。一発目がグリーンで上が赤とかできるよ、ダンダラとかトラガリとかいろいろできるよ。そら砂のさ、砂と材料のさ、色付け具合でいろいろできるよ。でもやっぱこっちの方が作業じゃ早いよ、モルタルした方が。うん、だから要するに材料費ケチるかケチんないから。作業性はいいけど多分もう仕上がり見れば、うん、もう仕上がり大体予想つくもん。あとはまあ世襲の、はい、どうぞ、僕もヘラでやってください。パテベラやろ。え？パテベラですよ。パテベラで3倍はどうにか。でそのヘラのウエスでうんと綺麗に拭くのね、何回も。はい、置いとく。どれを？あ、ヘラで粘りが出ちゃうからさ、ヘラきれいにしないと抑えられない。
これだけ。いや、まだちょっと一回伸ばしてみよう。うん。ニートと比べてどう？打つだけ。どうして頭からかけたの？だからね、その固定をあの水つけたり、アセトンで拭いたりいろいろしますよね。あ、緊張炉忘れたな。そうですね、忘れた。持ってきてないです。あ、持ちてないな。泡拭く。その泡消し、それで緊張炉さ、スーッと施工した後にかけるの。そうすると泡が潰れるの。それで腰から緊張炉ぶら下げていくんさ。だから砂の量が多いから厚付けできるし、だけど5倍以上やっちゃうとね、フロアが汚れが目立っちゃうかもしれない。下手するとそれの兼ね合いですね。逆に3倍ぐらいが一番いいのかなって。うん、3倍ぐらいが楽かもしんない。だから5倍ぐらいだと技術がいるんだよこの場合は。そうよね。うん、でも3倍より5倍の方が楽かもしんない。そういう意味では楽かもしんないですよね。作業が要するに固定押さえになっちゃうから。そう、粘りがないから。これ強度的には問題ないです。基本的には問題ない。10倍ぐらいあるから。そうするとあとコテのこの下をきれいにしておくかしておかないかだ。綺麗ね。見たってね。え？見たって綺麗。綺麗だよ。あのグリーンの床白っぽくなってるんですけどとかかかってきちゃうわけですよ。あ、悪くないわけよね、この仕上がりになってれば。でほら、お客さんにこれ見せたらさ、知らない人はさ、もう当然こうなるんだなと思って見るから、不思議絶対不思議がんねえから。これがさ、ところどころ白いとかさ、ところどころこの色だとかさ、なっちゃうとさ、どうして問題になったんだとかさ、いう話になるわけだよ。OK。この後に、よく見ると小さい気泡がプツプツ表面に上がってるんですよ。はい、上がってますね。で、緊張炉かけると、これがみんな潰れちゃう。おで今日持ってこなかったからあれですけど、タバコのハエでもいい、タバコの粉でもいい、煙でもいい、はい、アロン、はい、パーツクリーナー、これ溶剤ですから、いいですか、よく見ててくださいよ、横からでもと、気泡が弾けますから、プシュプシュって潰れてるでしょ。本当だ、潰れてるでしょ、うん、気泡がね、これ潰れるんですよ。だからパーツクリーナーでもないですけど、緊張炉を腰からぶら下げて、これでやったちょっと時間経って気泡が上に上がってきたら、これみんなかけるんですよ。で結構量をいっぱいかけても大丈夫なんだけど、分かんないやつは部屋中これぶんまいたやつがいるんです。理由が緊張炉高いやろ。いや、あのね、緊張炉はね、なんでかっていうと、あれが入ってるの、このノズルがすごく精度がいいの。ああ、そう、量産してるからね。それはちょっとジェット気味やもんね。うん、で、これかけないと気泡があるとね、気泡が結局ゴミをね、気泡の破れた中にみんなゴミが入っちゃう。
で、そう、この小さい気泡潰しとくと、うん、そのゴミが、気泡の潰れたところに入んないで済むわけ。だから黒ずみとか汚れが違う。もう一回かけたらどうなるんですか？あ、OK ですよ。あ、大丈夫なんですか？うん。で、結構いっぱい、それ実験やったやつがいるんですよ。うん、あの、どのくらいかけたら固まんなくなるかとか。あの、大量に結構かけても大丈夫。2回、3回やっても。だから、あの気泡の潰し方は研究する人たちがいろんな分野でいます、うん、どういう溶剤がいいかとか研究してんだよ、あの使ってる人たちみんな。このフライマン塗るじゃないですか、はい、フライマン塗るときに例えばですよ、細麺で目が粗いとどうしても入りますよね、はい、そうなると自然的にそのフライマンの量が増えるだけで上に入れるものも当然増えるけど、垂れにくいってやつ。社長、これだから垂れにくい、あのトラック塗ったやつ、15、15、15で、こんな厚くなるの？いや、厚く塗れば厚くなるしね。例のチクトル効いてるからだよね。垂れないんですよ。こっちは液状ですけど、こっちはペースト状。だからトラックの立ち上がり面塗っても大丈夫。見た、あのクーレフさんの床材、はい、で大喜びしてたのは、うん、あの 穴開いたところのコンクリートが、うん、いや埋まった、埋まったっつって喜んでるんですよ。これは塗ったのはやっぱりハケですか？これハケで自ら塗ってますから。あ、そっか、そんなに厚くいらねえんだな。プライマーでしょ？プライマー、いや、これはハケじゃなくてヘラですよ。あ、ヘラヘラヘラ、僕ヘラでさっきみたいにこう手前に引っ張っていくんですよ。あれどれぐらい使いました？ 1.5キロ。あ、それは30平米。それをコロコロなんかでやるとベラボーな量を使っちゃう。そうそうそう、そこまで必要がないと、うん、で 1.5 キロやけど余りましたもんね、うん、余ったから穴のぼっこり開いてるところに流し込んだんだ、うんうんうん、なるほどなるほど、うん、30秒ってない聞いたら、だってこのカネライトは積算根拠の 200g は使っちゃうんだもん、このカネライトが。嘘みたいですよね。だからコンクリートの方が使わないんですよね、積算根拠より。で、これが置いていくでしょ。で、OK でしょ。で、OK だ。で、OK だ。と、これとこれと OK と。で、これはあの軽く作るためにこれやったんですよ、カネライト。あのこのコンパネだと重いんで、はいはいはい、これカネライトを作ったんです。これは同じですから、あ、こっちあのコンパネに作ったんです、はいはいはい、これが1508で、こっちがあのカネライトを使った6815ですから。あの社長のところのそこの入り口、クールエフシャン あのステップサイドワゴン使ってる、うん、大丈夫です、うん、で知らない、ほら接種だと温度とかなんか関係なく言うでしょ、うん、言います、言います、うん、だから危ないんですよね。まあ、夏じゃなくて要するに秋冬、うん、ゴールデンウィークの頃が一番やっぱりいい頃合いです、時期的には。うん、夏冬はやっぱり避けた方がいいってパターンですよ。でもどうしても特に集中するんですよね。そう、いいね。お、どう、いや、うん、テープ大丈夫だね、壊れないね。班長、はい、ブキシ作るの、はい、どう、ニートは砂がボロボロ取れそう？今こう傾けても取れるんだ、うん、ああそう、取れてる、ニートは。あ、結構沈んでるね。あ、でもこれ刷毛あれだね、取れるね。全然問題ない。取れますね。OK。これが一番綺麗ね。そうかな。でも真ん中がいいですね。うん。おい。
やっぱり5倍のコテ塗りが一番綺麗だなっては思うけどね。うん、だコテ塗りは職人さんの腕次第になってくるからね。やれる人もとね、うん、あるからね、個人差があるから、まあ、これね意外とね強いですよ。これ5倍でしょ。これ今ハサミ取るじゃな、切れるようになってますよ。こんなんじゃ手に負えない。コンクリートだったら折れるでしょ。折れます、うん、折れない、うん、手切らないようにしてくださいね、エポキシはね結構手切っちゃいますからね。そんなんで叩かないでくれるって話だけど、叩いてみてください。いやいや、でも分かるでしょ。分かる。はい、これがコンクリートの10倍ってやつですよ。ああ、全然違うわ。どうなんですか。違うんですか。全然違う。だからコンクリートで目地とかタイルの修理やってもダメになっちゃうでしょ、うん、だから修理するのはこの辺でやると修理できるんですよ。あ、絶対間違いないや。あ、そう、うん、だから圧縮は平米あたり1トンなんですよ。平米立方っていうのは、はい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 、とかコンクリートだと100キロなんですよ、うん、でエポキシの場合はこういうのやると1トンなんですよ。それで一番最初言った通り、あの缶工場、はいはいはい、青缶工場のとかレシプロエンジンなんかの3億円とかするエンジンの基礎工事はみんなこれなんですよ、うん、そうじゃないと振動とかあのプレスの、どんどんと圧力でみんな壊れちゃう、うん、ああ分かった意味合いが、うん、だからこれの分かる、はい、これがコンクリートの10倍ってやつですよ。ああ、全然違うわ。どうなんですか。違うんですか。全然違う。だからコンクリートで目地とかタイルの修理やってもダメになっちゃうでしょ、うん、だから修理するのはこの辺でやれと修理できるんですよ。あ、絶対間違いないや。あ、そう、うん、分かる。はい、これがコンクリートの10倍ってやつですよ。ああ、全然違うわ。どうなんですか。違うんですか。全然違う。だからコンクリートで目地とかタイルの修理やってもダメになっちゃうでしょ、うん、だから修理するのはこの辺でやれと修理できるんですよ。あ、絶対間違いないや。あ、そう、うん、手に負えない。コンクリートだったら折れるでしょ。折れます、うん、折れない、うん、切らないようにしてくださいね、エポキシはね結構手切っちゃいますからね。そんなんで叩かないでくれるって話だけど、叩いてみてください。いやいや、でも分かるでしょ。分かる。はい、これがコンクリートの10倍ってやつですよ。ああ、全然違うわ。どうなんですか。違うんですか。全然違う。だからコンクリートで目地とかタイルの修理やってもダメになっちゃうでしょ、うん、だから修理するのはこの辺でやれと修理できるんですよ。あ、絶対間違いないや。あ、そう、うん、だから圧縮は平米あたり1トンなんですよ。平米立方っていうのは、はい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 、とかコンクリートだと100キロなんですよ、うん、でエポキシの場合はこういうのやると1トンなんです。それで一番最初言った通り、あの缶工場、はいはいはい、青缶工場のとかレシプロエンジンなんかの3億円とかするエンジンの基礎工事はみんなこれなんですよ。そうじゃないと振動とかあのプレスの、どんどんと圧力でみんな壊れちゃう、うん、ああ、分かった意味合いが、うん、だからこれのフィラデルフィアレジンに似たって言ったじゃないですか、チョックファーストって言うんですけど、はい、
それの下地のコンクリートの代わりになるあの基礎工事用のエポキシって、うん、あの千葉かなんかにあの倉庫でみんな取ってあるんですよ。で何トンって取ってあるであの流通させるんですよ。で普通だったらコンクリートだったらこんなことやってもボロボロになってるんですよね。あ、そうなんですか、ちょっと気分いいから本当に本当にこれでこれいいですか、うん、普通だったら割れるけど、うん、そうなんですか、うん、すごい。まあ、これでね、うん、あの固まればいいというやつは、うん、これが柔らかいエポキシというパターンもあるんですよ。でもこれは硬くて強いんですよ。あでブレニちゃんのはそれが売りなんだよねいやいや違う、そういうことです。でこれ5倍さっき言った5倍キメが細かいんだ。5倍やってもらえば分かりますけど、これね意外とね強いですよ。これ5倍でしょ。これ今ハサミ研いだら切れるようになってますよ。こんなんじゃ手に負えない。コンクリートだったら折れるでしょ。折れます、うん、折れない、うん、切らないようにしてくださいね、ええ、エポキシはね結構手切っちゃいますからね。そんなんで叩かないでくれるって話だけど叩いてみてください。いやいやでも分かるでしょ。分かる。はい、これがコンクリートの10倍ってやつですよ。ああ全然違うわ。どうなんですか。違うんですか。全然違う。だからコンクリートで目地とかタイルの修理やってもあのダメになっちゃうでしょ、うん、だから修理するのはこの辺でやれと修理できるんですよ。あ絶対間違いないや。あそう、うん、だから圧縮は平米あたり1トンなんですよ。平米立方っていうのは。はい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 、ええとかコンクリートだと100キロなんですよ、うん、でエポキシの場合はこういうのやると1トンなんですよ。それで一番最初言った通りあの缶工場、はいはいはい、製缶工場のとかレシプロエンジンなんかの3億円とかするエンジンの基礎工事はみんなこれなんですよ、うん、どうじゃないと振動とかあのプレスの、どんどんと圧力でみんな壊れちゃう、うん、分かった意味合いが、うん、だからこれの、フィラデルフィアレジンに似たっつったじゃないですか、チョックハウスって言うんですけど、はい、それの下地のコンクリートの代わりになるあの基礎工事用のエポキシって、うん、千葉かなんかに、倉庫でみんな取ってあるんですよ。で何トンって取ってあるで、流通させるんですよ。で普通だったらコンクリートだったらこんなことやってもボロボロになってるんですよね。あ、そうなんですか。ちょっと気分いいから本当に本当にこれでこれいいですか、うん、普通だったら割れるけど、うん、そうなんですか、うん、すごい。まあこれでね、うん、あの固まればいいというやつは、うん、これが柔らかいエポキシというパターンもあるんですよ。でもこれは硬くて強いんですよ。あでブレニちゃんのはそれが売りなんだよねいやいや違う、硬くて強くて高いが売りこれを言うのがちょっと今日気分いいから明日どんぐり1トンぐらい送ってこないで。だからね言い返したんですよでも共産で奥田さんに1トン送ったからとか言って保管するとこないから。あ大丈夫、持ってトリフになったらトラックなんか両方の社長はいろんなこと言うよね重いものは持ってくなとか軽いものだけ持ってけとかでもだけどこれあと今使って思ったんですけど硬化して例えば固定で仕上げるときにくっつきますよね、はい、あれがやっぱりある程度硬化してくると、はい、目は潰れてくっついてこない、はい、まあコンクリなんかいい例なんだけどそういう風にできるともっと施工性がやってる方はもう施工性優先になるからそれを裏べらにくっつかないよ。だからそれのコテの選び方とあとはその溶剤でコテ拭きながら作業やっちゃうか仕上げやっちゃうか2パターンなんですよ。一番いいのはやっぱりこのアセトンじゃないですか。
気圧いや結構ねアセトンじゃなくて水使う人も多いよね。水アセトンだとほら飛んじゃうでしょ、うん、と下手と仕事しタバコ吸ってるとアセトン引火しちゃうからね、工場の床中が燃えちゃうんだよ。そっか、ね、えらい騒ぎになっちゃうんだよ、うんうんうん、マジで本当に、うん、だから水だとねそれないから、でいいことに水反応するでしょこれ。あ、そっか、うん、だから悪いことないと。 1% までいいもんね。いや工場ね施工やってる時ね燃えたらねそりゃね目が当てられないから。そうすると水で固定拭いて切っていくのが一番、ね、そうそうそう、で水つけすぎるなよっていうのが、うん、で泡は消しますしね。そうですよね、うん、結構一番いいと思いますよ。すごい。だけど本当に共同的にはコンクリから比べれば何十倍だろう。だからよくビル作るなと思って見てるわけですよ。鉄筋入れるにしても入れないにしても、はい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 、あ、そのヘラがいいんかいね、うん、それとも何がいいんだいね。ヘラあるよ、ゴムヘラも。どちらか使いたいければこれヘラだし、うん、そうそうそう、こんな感じ。あ、下地の色があれだから分かるわ。でね、やっぱりゴンベラが一番使いやすい。うん、うん、ゴンベラ使いやすいけどさ、うん、ゴムの硬さかい、硬さと柄の長さとかい、デコボコしたとこには、うん、もう肉つけるのには塗りにくいけどさ、うん、それはね液状だから ねいくらなんでも。つうのはね社長ね、その接地面から剥がしちゃダメなの。これ貸して、これでね、プライマー、このこっちプライマーですからね、プライマー塗るときはね、あのしごきながらこう接地面から剥がさないように手前にこう樹脂集めていくわけ。それで塗っていくの。そうじゃないと積算の数字の値が出てこないから。これで高温に塗っちゃうと、あのもう職人さんの使いたいだけ使っちゃうわけ、うん、勝手に。だから、ね、うん、あの高温にやって手前に集めて、手前に集めて塗っていくのが、で均一に塗るのがプライマーの塗り方の一番基本中の基本なんです。うん、でコテはコテの職人さんのあれがありますよね、うん、でもねこの作業を教えてくれるエポキシ屋がいないんですよ。あ、そうすると、100平米でも200平米でも均一にこの厚みが塗れるわけです。で材料も無駄にしないわけで、これで、クールエフちゃんはやった時にあれ均一にかなり余ったんだよね。これで、うん、あれ30平米で 1.5 キロだから、使った量が。あ、それぐらいですね。そう、200グラムだったら30平米だったら6キロ使うでしょ。これも厚塗り。これはニートかけるから厚塗り、均一に。これだけ砂ばらまくから、これで、すごく腕がいいと思うんですよ、うん、グレフちゃんは、うん、これで砂かけると砂が均一につくわけ。ああ、そうか、それでハケじゃないけどコテでやっちゃうとどうしても色が違うから、もう少し厚くすべつんで、うん、どんどん厚くなる、うん、これから砂をかけますからね。で、うん、どうしてもニートがいつ接種はあんまり多くないけど、ちょっとあれやろ、おしゃれでやるところだけで。でもさ、どこそのとこの車入れるところは僕はいいと思うよ。感情カット。なんかね、誰かさんがね、チェッカーズフラッグみたいなね、黄色と黒のね、模様のね、なんか寝言言ってた会社があるんだよね。そうだったらコンクリートでカラーコンクリート売っちゃうな。そうだろう。
倍待てばやっぱり目は潰れますね。うん、まあその乾いた砂が上に乗ってるぐらいのところが工法の一つですね。で明日さ、これ固まったらはけ。でもこれフリク出ないんですか、ボコボコが。ボコボコ出ますよ、下塗りが悪いと。結局下塗りの厚みしか浸透しないわけですね。そういうことです、そういうことです。要するに材料の厚み、樹脂の。樹脂時代だって今言ったらコンマ何ミリでしょ。うん、だからプライマーが下地で吸っちゃうとダメなんですよ。だから2回塗りぐらいしないとプライマー、1回吸い込むだけ済ませて、はい、もう1回ニート用のプライマーみたいなの塗らないとまばらになっちゃうんです。社長に言うと極端に言えばこれで1回さっき 300g やりましたよね、はい、でローラーかけて履き落として、はい、もう1回プライマーかけてってのはダメなんですか。いや大丈夫ですよ、ダブルニートとか、はい、2回ニートとか、そういろいろできますよ、やりたい放題。一発目がグリーンで上が赤とかできるよ、ダンダラとかトラガリとかいろいろできるよ。そら砂のさ、砂と材料のさ、色付け具合でいろいろできるよ。でもやっぱこっちの方が作業じゃ早いよ、モルタルした方が。うん、だから要するにあの材料費ケチるかケチんないから。作業性はいいけど多分もう仕上がり見れば、うん、もう仕上がり大体予想つくもん。いや、あとはまあ世襲の、はい、僕もヘラでやってください。パテベラやろ。え、パテベラですよ。パテベラで3倍はどうにかで、そのヘラのウエスでうんと綺麗に拭くのね、何回も。はい、置いとく。どれを。あ、ヘラで粘りが出ちゃうからさ、ヘラ綺麗にしないと抑えられない。これだけ。いや、またちょっと一回伸ばしてみたの。うん、ニートと比べてどう？つだけ。アジャストと同じだ。マンホール埋めるやつでしょ。俺もあれ頭からかけました。頭からかけられたよ。どうして頭からかけた。だからね、その固定をあの水つけたり、アセトンで拭いたりいろいろしますよね。あ、緊張る忘れたな。そうですね、忘れた。持ってきてないです。あ、持ちてないな。泡拭くん。いや、その泡消し、それで緊張るさ、スーッと施工した後にかけるの。そうすると泡が潰れるん。それで腰から緊張るぶら下げてくんさ。たら砂の量が多いから厚付けできるし、だけど5倍以上やっちゃうとね、フロアが汚れが目立っちゃうかもしれない。あ、下手するとそれの兼ね合いですね。逆に3倍ぐらいが一番いいのかなって。うん、3倍ぐらいが楽かもしれない。だから5倍ぐらいだと技術がいるんだよこの場合は。そうよね。うん、でも3倍より5倍の方が楽かもしれない。ああ、そういう意味では楽かもしれないですよね、うん、作業が要するに固定押さえになっちゃうから。そう、粘りがないから。これ強度的には問題ないです。強度的には問題ない。10倍ぐらいあるから。そうするとあとコテのこの下をきれいにしておくかしておかないかって。きれいね、見立てね。え、見立てきれい。きれいだよ、うん、これで逆にもう一回。あのグリーンの床白っぽくなってるんですけどとかかかってきちゃうわけですよ。あ、絶対出ますね。あ、悪くないわけよ。
ね、この仕上がりになってれば、でほらお客さんにこれ見せたらさ、あの知らない人はさもう当然こうなるんだなと思って見るから、うん、不思議絶対不思議がんねえから、これがさところどころ白いとかさところどころこの色だとかさなっちゃうとさどうして問題になったんだとかさっていう話になるわけだよ。OK、この後によく見ると小さい気泡がプツプツ表面に上がってるんですよ。はい、上がってますね。で、緊張力かけるとこれがみんな潰れちゃう。で今日持ってこなかったからあれですけど、タバコのハエでもいい、タバコの粉でもいい、あの煙でもいい、はい、アロン、はい、パーツクリーナー、これ溶剤ですから、いいですか、よく見ててくださいよ、横からでもと、あの気泡が弾けますからプシュプシュって潰れてるでしょ本当だ、潰れてるでしょ、うん、気泡がね、これ潰れるんですよ。だからパーツクリーナーでもないですけど、緊張るを腰からぶら下げて、これでやったちょっと時間経って気泡が上に上がってきたら、これみんなかけるんですよ。で結構量をいっぱいかけても大丈夫なんだけど、分かんないやつは部屋中これぶんまいたやつがいるんです。理由が緊張る高いやろ。いや、あのね、緊張炉はね、なんでかっていうと、あれが入ってるの、このノズルがすごく精度がいいの。ああ、そう、量産してるからね。これはちょっとジェット気味やもんね。うん、で、これかけないと気泡があるとね、気泡が結局ゴミをね、気泡 の、 あの破れた中にみんなゴミが入っちゃう。で、そう、この小さい気泡を潰しとくと、うん、そのゴミが、気泡の潰れたところに入んないで済むわけ。だから黒ずみとか汚れが違う。もう一回かけたらどうなんですか？あ、OK ですよ。あ、大丈夫なんですか？うん。で、結構いっぱい、それ実験やったやつがいるんですよ。うん、あの、どのくらいかけたら固まんなくなるかとか、あの、大量に結構かけても大丈夫。うん、2回、3回やっても。だから、あの気泡の潰し方は研究する人たちがいろんな分野でいます。うん、どういう溶剤がいいかとか研究してんだよ。あの使ってる人たちみんな。このプライマー塗るじゃないですか。はい、プライマー塗るときに、例えばですよ、細面で目が粗いとどうしても入りますよね。はい、そうなると自然的にそのプライマーの量が増えるだけで、上に入れるものも当然増えるけど、垂れにくいってやつ。社長、これだから垂れにくい、あのトラック塗ったやつ、15、15、15で、こんな厚くなるの？いや、厚く塗れば厚くなるしね。例のチクトロ効いてるからだよね。垂れないんですよ。こっちは液状ですけど、こっちはペースト状。だからトラックの立ち上がり面塗っても大丈夫。やっぱ見たあのクーレフさんの床材、はい、で大喜びしてたのは、うん、あの 穴開いたところのコンクリートが、うん、いや埋まった、埋まったっつって喜んでるんですよ。これは塗ったのはやっぱりハケですか？これハケで自ら塗ってますから。あ、そっか、そんなに厚くいらねえんだな。プライマーでしょ？プライマー、いや、これはハケじゃなくてヘラですよ。あ、ヘラヘラヘラ、ヘラでさっきみたいにこう手前に引っ張っていくんですよ。あれどれぐらい使いました？ 1.5キロ。あ、それは30平米。それをコロコロなんかでやるとベラボーな量を使っちゃう。そうそうそう、そこまで必要がないと。 1.5 キロやけど余りましたもんね。うん、余ったから穴のぼっこり開いてるところに流し込んだんです。うんうんうん、なるほどなるほど。僕は30秒くらい見たら、だってこのカネライトは積算根拠の 200g は使っちゃうんだもん。このカネライトが嘘みたいですよね。だからコンクリートの方が使わないんですよね、積算根拠より。
でこれが置いていくでしょ。で OK でしょ。で OK だ。と OK だ。とこれとこれと OK と。でこれはあの軽く作るためにこれやったんですよ。カネライト。あのこのコンパネだと重いんで、はいはいはい、これカネライトを作ったんです。これは同じですから。あこっちあのコンパネに作ったんです、はいはいはい。これが61508で、こっちがあのカネライトを使った6815ですから。あの社長のところのそこの入り口、クールエッシャンのあのステップサイドワゴン使ってる、うん、大丈夫です。で知らないほら接種だと温度とかなんか関係なく言うでしょ、うん、言います、うん、だから危ないんですよね、まあ、夏じゃなくて要するに秋冬、うん、ゴールデンウィークの頃が一番やっぱりいい頃合いです。時期的には、うん、夏冬はやっぱり避けた方がいいってパターンですよ。でもどうしても特に集中するんですよね。そう、おいい、ね、おどういいよ、うん、テープ大丈夫だね、壊れないね。班長君、はい、エポキシ作るの手に、はい、どう、ニートは砂がボロボロ取れそう？今こう傾けても取れるんだ、うん、ああそう、取れてる？ニートは。あ、結構沈んでるね。あ、でもこれ刃毛あれだね、取れるね。全然問題ないと思います。取れますね。これが一番綺麗ね。そうかな。でも真ん中がいいですね。うん。おい。やっぱり5倍の固定塗りが一番綺麗だなっては思うけどね、うん、だから固定塗りは職人さんの腕次第になってくるからね、やれる人もとね、うん、あるからね、個人差があるから、まあ、これね意外とね強いですよ。これ5倍でしょ。これ今ハサミ研いだら切れるようになってますよ。こんなんじゃ手に負えない。コンクリートだったら折れるでしょ。折れます、うん、折れない、うん、手切らないようにしてくださいね、エポキシはね結構手切っちゃいますからね。そんなんで叩かないでくれるって話だけど、叩いてみてください。いやいやでも分かるでしょ。分かる、はい、これがコンクリートの10倍ってやつですよ。ああ、全然違うわ。どうなんですか。違うんですか。全然違う。だからコンクリートで目地とかタイルの修理やってもダメになっちゃうでしょ、うん、だから修理するのはこの辺でやれと修理できるんですよ。あ、絶対間違いないや。あ、そう、うん、だから圧縮は平米あたり1トンなんですよ。平米立方っていうのは、はい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 、とかコンクリートだと100キロなんですよ、うん、でエポキシの場合はこういうのやると1トンなんですよ。それで一番最初言った通り、あの缶工場、はいはいはい、製缶工場のとかレシプロエンジンなんかの3億円とかするエンジンの基礎工事はみんなこれなんですよ、うん、そうじゃないと振動とかあのプレスのどんどんと圧力でみんな壊れちゃう、うん、ああ分かった意味合いが、うん、だからこれの分かる、はい、これがコンクリートの10倍ってやつですよ。ああ全然違うわ。どうなんですか。違うんですか。全然違う。だからコンクリートで目地とかタイルの修理やってもダメになっちゃうでしょ、うん、だから修理するのはこの辺でやれと修理できるんですよ。あ、絶対間違いないや。あ、そう、うん、
かる。はい。これがコンクリートの10倍ってやつですよ。ああ、全然違うわ。どうなんですか。違うんですか。全然違う。だからコンクリートで目地とかタイルの修理やってもダメになっちゃうでしょ、うん、だから修理するのはこの辺でやれと修理できるんですよ。あ、絶対間違いないや。あ、そう、うん、手に負えない。コンクリートだったら折れるでしょ。折れます、うん、折れない、うん、切らないようにしてくださいね、ええ、エポキシはね結構手切っちゃいますからね。そんなんで叩かないでくれるって話だけど、叩いてみてください。いやいや、でも分かるぞ。分かる。はい。これがコンクリートの10倍ってやつですよ。ああ、全然違うわ。どうなんですか。違うんですか。全然違う。だからコンクリートで目地とかタイルの修理やってもダメになっちゃうでしょ、うん、だから修理するのはこの辺でやれと修理できるんですよ。あ、絶対間違いないや。あ、そう、うん、だから圧縮は平米あたり1トンなんですよ。平米立方っていうのは。はい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 、ええ、とかコンクリートだと100キロなんですよ、うん、でエポキシの場合はこういうのやると1トンなんですよ。それで一番最初言った通り、あの缶工場、はいはいはい、青函工場のとかレシプロエンジンなんかの3億円とかするエンジンの基礎工事はみんなこれなんですよ、うん、そうじゃないと振動とかあのプレスの、どんどんと圧力でみんな壊れちゃう、うん、ああ分かった意味合いが、うん、だからこれの、フィラデルフィアレジンに似たっつったじゃないですか、チョックファーストって言うんですけど、はい、それの下地のコンクリートの代わりになるあの基礎工事用のエポキシって、うん、あの千葉かなんかにあの倉庫でみんな取ってあるんですよ。で何トンって取ってあるで、あの流通させるんですよ。で普通だったらコンクリートだったらこんなことやってもボロボロになってるんですよね。あ、そうなんですか、ね、ちょっと気分いいから。本当に本当にこれでこれいいですか、うん、普通だったら割れるけど、うん、そうなんですか、うん、すごい。まあこれでね、うん、あの固まればいいというやつは、うん、これが柔らかいエポキシというパターンもあるんですよ。でもこれは硬くて強いんですよ。ああ。でブレニちゃんのはそれが売りなんだよね。いやいや、そういうことです。でこれ5倍、さっき言った5倍、キメが細かいんだ。5倍買ってもらえば分かりますけど、これね意外とね強いですよ。これ5倍でしょ。これ今ハサミ研いだら切れるようになってますよ。あ、これなんか手に負えない。コンクリートだったら折れるでしょ。折れます、うん、折れない、うん、切らないようにしてくださいね、ええ、エポキシはね結構手切っちゃいますからね。そんなんで叩かないでくれるって話だけど、叩いてみてください。いやいや、でも分かるぞ。分かる。はい。これがコンクリートの10倍ってやつですよ。ああ、全然違うわ。どうなんですか。違うんですか。全然違う。だからコンクリートで目地とかタイルの修理やってもダメになっちゃうでしょ、うん、だから修理するのはこの辺でやれと修理できるんですよ。あ、絶対間違いないや。あ、そう、うん、だから圧縮は平米あたり1トンなんですよ。平米立方っていうのは。はい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 、ええ、とかコンクリートだと100キロなんですよ、うん、でエポキシの場合はこういうのやると1トンなんですよ。それで一番最初言った通り、あの缶工場、はいはいはい、青缶工場のとかレシプロエンジンなんかの3億円とかするエンジンの基礎工事はみんなこれなんですよ。そうじゃないと振動とかあのプレスの、どんどんと圧力でみんな壊れちゃう、うん、ああ、分かった意味合いが、うん、だからこれの
フィラデルフィアレジンにいたって言ったじゃないですか、チョックファウトって言うんですけど、はい、それの下地のコンクリートの代わりになるあの基礎工事用のエポキシって、うん、千葉かなんかに、倉庫でみんな取ってあるんですよ。で何トンって取ってあるで、流通させるんですよ。で普通だったらコンクリートだったらこんなことやってもボロボロになってるんですよね。あ、そうなんですか、ちょっと気分いいから。本当に本当にこれでこれいいですか、うん、普通だったら割れるけど、うん、そうなんですか、うん、すごい。まあ、これでね、うん、あの固まればいいというやつは、うん、これが柔らかいエポキシというパターンもあるんですよ。でもこれは硬くて強いんですよ。ああ。でブレニちゃんのはそれが売りなんだよね。いやいや違う、硬くて強くて高いが売りこれを言うのが社長ちょっと今日気分いいから明日どんぐり1トンぐらい送ってこないで。だからね言い返したんですよ。でも共産で奥田さん1トン送ったからとか言って保管するとこないから。あ、大丈夫、持って取り分だったらトラックなんか両方の社長はいろんなこと言うよね。重いものは持ってくなとか軽いものだけ持ってけとか。でもだけどこれあと今使って思ったんですけど、硬化して例えば固定で仕上げるときにくっつきますよね、はい、あれがやっぱりある程度硬化してくると、はい、目は潰れてくっついてこない、はい、まあ、コンクリなんかいい例なんだけど、そういう風にできるともっと施工性が、やってる方はもう施工性優先になるから、それを裏べらにくっつかないよ、社長。だからそれのコテの選び方と、あとはその溶剤でコテ拭きながら作業やっちゃうか仕上げやっちゃうか、2パターンなんですよ。一番いいのはやっぱりこのアセトンやないですか、気圧性。いや結構ね、アセトンじゃなくて水使う人も多いよね。アセトンだとほら飛んじゃうでしょ、と下手と仕事しタバコ吸ってるとアセトン引火しちゃうからね、工場の床中が燃えちゃうんだよ。そっか、えらい騒ぎになっちゃうんだよ、うんうんうん、マジで本当に、うん、だから水だとねそれないから、でいいことに水反応するでしょこれ。あ、そっか、うん、だから悪いことないと思う。 1% までいいもんね。いや工場ね、施工やってる時ね燃えたらね、そりゃね目が当てられないから。そうすると水で固定拭いて切っていくのが一番無難ですね。そうそうそう、で水つけすぎるなよっていうのが、うん、で泡は消しますしね。そうですよね、うん、結構一番いいと思いますよ。あ、すごい。だけど本当に共同的にはコンクリから比べれば何十倍だろう。だからよくビル作るなと思って見てるわけですよ。鉄筋入れるにしても入れないにしても、はいはいはい、あ、そのヘラがいいんかいね、うん、それとも何がいいんだいね。ヘラあるよ、ゴムヘラも。どちらか使いたいければ、これヘラだし、うん、そうそうそう、こんな感じ。あ、下地の色があれだから分かるわ。でね、やっぱりゴムヘラが一番使いやすい、うん、うん、使いやすいけどさ、うん、ゴムの硬さかい、硬さと柄の長さとかい、デコボコしたとこには、うん、もう肉つけるのには塗りにくいけどさ、うん、それはね液状だから ねいくらなんでも。つなね社長ね、その接地面から剥がしちゃダメなの。これ貸して、これでね、プライマー、このこっちプライマーですからね、プライマー塗るときはね、あのしごきながらこう接地面から剥がさないように、手前にこう樹脂集めていくわけ。それで塗っていくの。そうじゃないと積算の数字の値が出てこないから。これで高温に塗っちゃうと、あのもう職人さんの使いたいだけ使っちゃうわけ、うん、勝手に。だからう、ね、うん、あのこうやって手前に集めて塗っていくのが
で均一に塗るんがプライマーの塗り方の一番基本中の基本なんです。うん、でコテはコテの職人さんのあれがありますよね、うん、でもねこの作業を教えてくれるエポキシ屋がいないんですよ。あ、そうすると、100平米でも200平米でも均一にこの厚みが塗れるわけです。で材料も無駄にしないわけで、これで、クールFちゃんはやった時にあれ均一にかなり余ったんだよね。これで、うん、あれ30平米で 1.5 キロだから使った量が。それぐらいですね。そう、200グラムだったら30平米だったら6キロ使うでしょ。これも厚塗り。これはニートかけるから厚塗り。均一にこれだけ砂ばらまくから、これで。すごく腕がいいと思うんですよ、うん、グレフちゃんは、うん、これで砂かけると砂が均一につくわけ。ああそうか、それでハケじゃねえけどコテでやっちゃうとどうしても色が違うから、もう少し厚くすべつんで、うん、どん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 厚くなる。うん、これから砂をかけますからね。で、うん、どうしてもニートがいつ接種はあんまり、ね、多くないけど、ちょっとあれやろ、おしゃれでやるところだけで。でもさ、どこそのとこの車入れるところは僕はいいと思うよ。感情カットなんかね、誰かさんがねチェッカーズフラッグみたいなね黄色と黒のね模様のねなんか寝言言ってた会社があるんだよね。そうだったらコンクリートでカラーコンクリート売っちゃうな。そうだろう。バイマトがやっぱり目は潰れますね。うん、まあその乾いた砂が上に乗ってるぐらいのところが工法の一つですね。で明日さ、これ固まったらハケ。でもこれフリク出ないんですか、ボコボコが。ボコボコ出ますよ、下塗りが悪いと。結局下塗りの厚みにしか浸透しないわけですね。そういうことです、そういうことです。要するに材料の厚み、樹脂の、樹脂時代だって今言ったらコンマ何ミリでしょ。うん、だからプライマーが下地で吸っちゃうとダメなんですよ。だから2回塗りぐらいしないと、プライマー1回吸い込むだけ済ませて、もう1回ニート用のプライマーみたいなの塗らないとまばらになっちゃう。社長に言うと極端に言えば、これで1回さっき 300g やりましたよね、はい、でローラーかけて履き落として、はい、もう1回プライマーかけてってたらダメなんですか。いや大丈夫ですよ、ダブルニートとか、はい、2回ニートとか、そういろいろできますよ、やりたい放題。一発目がグリーンで上が赤とかできるよ、ダンダラとかトラガリとかいろいろできるよ。そら砂のさ、砂と材料のさ、色付け具合でいろいろできるよ。でもやっぱこっちの方が作業じゃ早いモルタルした方が。うん、だから要するに材料費ケチるかケチんないから。作業性はいいけど、多分もう仕上がり見れば、うん、もう仕上がり大体予想つくもん。あとはまあ世襲の、はい、どうぞ、このヘラでやってください。パテベラやろ。え、パテベラですよ。パテベラで3倍はどうにかで、そのヘラのウエスでうんときれいに拭くのね、何回も。はい、置いとく。どれを。あ、ヘラで粘りが出ちゃうからさ、ヘラきれいにしないと抑えられない。これだけ。ちょっと一回伸ばしてみな。うん。ニートと比べてどう？打つだけ。頭からかけられた
どうして頭からかけた。だからね、その固定をあに水つけたり、アセトンで拭いたりいろいろしますよね。あ、緊張炉忘れたな。そうですか。忘れた？持ってきてないです。あ、持ちてないな。泡拭くん。いや、その泡消し。それで緊張炉さ、スーッと施工した後にかけるの。そうすると泡が潰れるん。それで腰から緊張炉ぶら下げてくんさ。たら砂の量が多いから厚い厚付けできるし、だけど5倍以上やっちゃうとね、フロアが汚れが目立っちゃうかもしれない。あ、下手するとそれの兼ね合いですね。逆に3倍ぐらいが一番いいのかなって。3倍ぐらいが楽かもしれない。だから5倍ぐらいだと技術がいるんだよこの場合は。そうよね。うん、でも3倍より5倍の方が楽かもしれない。ボソボソボソ。そういう意味では楽かもしれないですよね。作業が要するに固定押さえになっちゃうから。そう、粘りがないから。これ強度的には問題ないです。強度的には問題ない。10倍ぐらいあるから。そうするとあとコテのこの下をきれいにしておくかしておかないかって。きれいね。見立てね。え？見立てきれい。きれいだよ。これで逆にもう一回。あのグリーンの床白っぽくなってるんですけどとかかかってきちゃうわけですよ。あ、絶対出ますね。あ、悪くないわけよね、この仕上がりになってれば。でほらお客さんにこれ見せたらさ、知らない人はさもう当然こうなるんだなと思って見るから、うん、不思議絶対不思議がんねえから。これがさ、ところどころ白いとかさ、ところどころこの色だとかさなっちゃうとさ、どうして問題になったんだとかさっていう話になるわけだよ。OK。 この後によく見ると小さい気泡がプツプツ表面に上がってるんですよ。はい、上がってますね。で緊張炉かけるとこれがみんな潰れちゃう。で今日持ってこなかったからあれですけど、タバコのハエでもいい、タバコの粉でもいい、煙でもいい、はい、アロン、はい、パーツクリーナー、これ溶剤ですからいいですか。よく見ててくださいよ、横からでもと気泡が弾けますから、プシュプシュって潰れてるでしょ。本当だ、潰れてるでしょ、うん、気泡がねこれ潰れるんですよ。だからパーツクリーナーでもないですけど、緊張炉を腰からぶら下げて、これでやったちょっと時間経って気泡が上に上がってきたら、これみんなかけるんですよ。で結構量をいっぱいかけても大丈夫なんだけど、分かんないやつは部屋中これぶんまいたやつがいるんです。理由が緊張炉高いやろ。いや、あのね、緊張炉はね、なんでかっていうと、あれが入ってるの、このノズルがすごく精度がいいの。ああ、そう、量産してるからね。これはちょっとジェット気味やもんね。うん、で、これかけないと気泡があるとね、気泡が結局ゴミをね、気泡 の、 破れた中にみんなゴミが入っちゃう。で、そう、この小さい気泡を潰しとくと、そのゴミが気泡の潰れたところに入んないで済むわけ。だから黒ずみとか汚れが違う。もう一回かけたらどうなんですか。あ、OK ですよ。あ、大丈夫なんですか。うん、で結構いっぱいそれ実験やったやつがいるんですよ、うん、どのくらいかけたら固まんなくなるかとか。あ、大量に結構かけても大丈夫、2回3回やっても。あ、これだけでいい。おー、
だからあの記号の潰し方は研究する人たちがいろんな分野でいます、うん、どういう溶剤がいいかとか研究してんだよ、使ってる人たちみんな。このプライマー塗るじゃないですか、はい、プライマー塗るときに例えばですよ、細面で目が粗いとどうしても入りますよね、そうなると自然的にそのプライマーの量が増えるだけで上に入れるものも当然増えるけど、で垂れにくいってやつ。社長これだから垂れにくい、あのトラック塗ったやつ、15、15、15でこんな厚くなる。いや厚く塗れば厚くなるですね。例のチクトル効いてるからだよね。垂れないんですよ。こっちは液状ですけど、こっちはペースト状。だからトラックの立ち上がり面でも大丈夫。やっぱ見たあのクーレフさんの床材、はい、で大喜びしてたのは、うん、あの 穴開いたところのコンクリートが、うん、いや埋まった埋まったっつって喜んでるんですよ。これは塗ったのはやっぱりハケですか。これハケで自ら塗ってますから。あ、そっか、そんなに厚くいらねえんだな。プライマーでしょ。プライマー、いやこれはハケじゃなくてヘラですよ。あ、ヘラヘラヘラ、ヘラでさっきみたいにこう手前に引っ張っていくんですよ。あれどれぐらい使いました。 1.5キロ。あ、それは30平米。それをコロコロなんかでやるとベラボーな量を使っちゃう。そうそうそう、あ、そこまで必要がないと、うん、1.5キロやけど余りましたもんね、うん、余ったから穴のぼっこり開いてるところに流し込んだんです、うん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 、なるほど、うん、見たらだってこのカネライトは積算根拠の 200g は使っちゃうんだもん。このカネライトが嘘みたいですよね。だからコンクリートの方が使わないんですよね、積算根拠より。でこれが置いていくでしょ。で OK でしょ。で OK だ、ちょっと OK だと、これとこれと OK と。でこれはあの軽く作るためにこれやったんですよ、カネライト。あのこのコンパネだと重いんで、はいはいはい、これカネライト作ったんです。これは同じですから、あこっちあのコンパネに作ったんです、はいはいはい、これが1508で、こっちがあのカネライト使った6815ですから。あの社長のところのそこの入り口、クールエッシャン あのステップサイドワゴン使ってる、うん、大丈夫です、うん、で知らないほら接種だと温度とかなんか関係なく言うでしょ、うん、言います、うん、だから危ないんですよね。あ、夏じゃなくて要するに秋冬、うん、ゴールデンウィークの頃が一番やっぱりいい頃合いです、時期的には。うん、夏冬はやっぱり避けた方がいいってパターンですよ。でもどうしてもそこに集中するんですよね。そう、おお、どう、いいよ、うん、テープ大丈夫だね、壊れないね。班長君、どう、ニートは砂がボロボロ取れそう。今こう傾けても取れるんだ、うん、ああそう、取れてるニートは。あ、結構沈んでるね。あ、でもこれハケあれだね、取れるね。全然問題ない、取れますね。これが一番綺麗ね。うん、そうかな。でも真ん中がいいですね、うん、でおい、やっぱり5倍の固定塗りが一番綺麗だなっては思うけどね、うん、固定塗りは職人さんの腕次第になってくるからね、やれる人もとね、うん、あるからね、個人差があるから、まあ、これね意外とね強いですよ。これ5倍でしょ。これ今ハサミ研いだら切れるようになってますよ。
そんなんじゃ手に負えない。コンクリートだったら折れるでしょ。折れます、うん、折れない、うん、手切らないようにしてくださいね、エポキシはね結構手切っちゃいますからね。そんなんで叩かないでくれるって話だけど、叩いてみてください。いやいや、でも分かるでしょ。分かる。はい、これがコンクリートの10倍ってやつですよ。ああ、全然違うわ。どうなんですか。違うんですか。全然違う。だからコンクリートで目地とかタイルの修理やってもいく、うん、ダメになっちゃうでしょ、うん、だから修理するのはこの辺でやれと修理できるんですよ。あ、絶対間違いないや。あ、そう、うん、だから圧縮は平米あたり1トンなんですよ、平米立方っていうのは。はい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 、ええ、とかコンクリートだと100キロなんですよ、うん、でエポキシの場合はこういうのやると1トンなんですよ。それで一番最初言った通り、あの缶工場、はいはいはい、青函工場のとかレシプロエンジンなんかの3億円とかするエンジンの基礎工事はみんなこれなんですよ。そ、うん、うじゃないと振動とかあのプレスの、圧どんどんつう圧力でみんな壊れちゃう、うん、あ、分かった、意味合いが、うん、だからこれの分かる、はい、これがコンクリートの10倍ってやつですよ。ああ、全然違うわ。どうなんですか。違うんですか。全然違う。だからコンクリートで目地とかタイルの修理やってもいく、うん、ダメになっちゃうでしょ、うん、だから修理するのはこの辺でやれと修理できるんですよ。あ、絶対間違いないや。あ、そう、うん、分かる。はい、これがコンクリートの10倍ってやつですよ。ああ、全然違うわ。どうなんですか。違うんですか。全然違う。だからコンクリートで目地とかタイルの修理やってもいく、うん、ダメになっちゃうでしょ、うん、だから修理するのはこの辺でやれと修理できるんですよ。あ、絶対間違いないや。あ、そう、うん、手に負えない。コンクリートだったら折れるでしょ。折れます、うん、折れない、うん、切らないようにしてくださいね、エポキシはね結構手切っちゃいますからね。そんなんで叩かないでくれるって話だけど、叩いてみてください。いやいや、でも分かるでしょ。分かる。はい、これがコンクリートの10倍ってやつですよ。ああ、全然違うわ。どうなんですか。違うんですか。全然違う。だからコンクリートで目地とかタイルの修理やってもいく、うん、ダメになっちゃうでしょ、うん、だから修理するのはこの辺でやれと修理できるんですよ。あ、絶対間違いないや。あ、そう、うん、だから圧縮は平米あたり1トンなんですよ、平米立方っていうのは。はい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 、とかコンクリートだと100キロなんですよ、うん、でエポキシの場合はこういうのやると1トンなんです。それで一番最初言った通り、あの缶工場、はいはいはい、青缶工場のとかレシプロエンジンなんかの3億円とかするエンジンの基礎工事はみんなこれなんですよ。そ、うん、うじゃないと振動とかあのプレスの、圧どんどんつう圧力でみんな壊れちゃう、うん、あ、分かった、意味合いが、うん、だからこれのフィラデルフィアレジンに似たって言ったじゃないですか、チョックファウトって言うんですけど、はい、それの下地のコンクリートの代わりになるあの基礎工事用のエポキシって、うん、千葉かなんかに、倉庫でみんな取ってあるんですよ。で何トンって取ってあるで、流通させるんですよ。で普通だったらコンクリートだったらこんなことやってもボロボロになってるんですよね。あ、そうなんですか、ちょっと気分いいから。本当に本当にこれでポリですか、うん、普通だったら割れるけど、うん、そうなんですか、うん、すごい。
まあ、これでね、うん、あの固まればいいっていうやつは、うん、これが柔らかいエポキシっていうパターンもあるんですよ。でもこれは硬くて強いんですよ。ああ。でブレニちゃんのはそれが売りなんだよね。いやいや、そういうことですよ。でこれ5倍、さっき言った5倍。キメが細かいんだ。5倍やってもらえば分かりますけど、これね意外とね強いですよ。これ5倍でしょ。これ今ハサミ取るじゃな、切れるようになってますよ。あ、こんなんじゃ手に負えない。コンクリートだったら折れるでしょ。折れます、うん、折れない、うん、切らないようにしてくださいね、ええ、エポキシはね結構手切っちゃいますからね。そんなんで叩かないでくれるって話だけど、叩いてみてください。いやいや、でも分かるぞ。分かる。はい、これがコンクリートの10倍ってやつですよ。ああ、全然違うわ。どうなんですか。違うんですか。全然違う。だからコンクリートで目地とかタイルの修理やってもいく、あの、ダメになっちゃうでしょ、うん、だから修理するのはこの辺でやれと修理できるんですよ。あ、絶対間違いないや。あ、そう、うん、だから圧縮は平米あたり1トンなんですよ。平米立方っていうのは、はい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 、ええ、とかコンクリートだと100キロなんですよ、うん、でエポキシの場合はこういうのやると1トンなんですよ。それで一番最初言った通り、あの缶工場、はいはいはい、青缶工場のとかレシプロエンジンなんかの3億円とかするエンジンの基礎工事はみんなこれなんですよ。そうじゃないと振動とか、あのプレスの、圧どんどんと圧力でみんな壊れちゃう、うん、あー、分かった意味合いが、うん、だからこれの、フィラデルフィアレジンに至ってたじゃないですか、チョコハウトって言うんですけど、はい、それの下地のコンクリートの代わりになる、あの基礎工事用のエポキシって、うん、あの千葉かなんかに、あの倉庫でみんな取ってあるんですよ。で何トンって取ってある。で、あの流通させるんですよ。で普通だったらコンクリートだったらこんなことやってもボロボロになってるんですよね。あ、そうなんですか、ね、ちょっと気分いいから。本当に本当にこれでポリですか、うん、普通だったら割れるけど、うん、そうなんですか、うん、すごい。まあ、これでね、うん、あの固まればいいというやつは、うん、これが柔らかいエポキシっていうパターンもあるんですよ。でもこれは硬くて強いんですよ。あ、でブレニちゃんのはそれが売りなんだよね。いやいや違う、硬くて強くて高いが売り。これを言うのが社長、ちょっと今日気分いいから明日どんぐり1トンぐらい送ってこないで。だからね、言い返したんですよ。でも協賛で奥田さん1トン送ったからとか言って保管するとこないから。あ、大丈夫、持ってトリフになったらトラック。なんか両方の社長はいろんなこと言うよね。重いものは持ってくなとか、軽いものだけ持ってけとか。でもだけどこれあと今使って思ったんですけど、硬化して例えば固定で仕上げるときにくっつきますよね、はい、あれがやっぱりある程度硬化してくると、はい、目は潰れてくっついてこない、はい、まあ、コンクリなんかいい例なんだけど、そういうふうにできるともっと施工性が、やってる方はもう施工性優先になるから、それを 裏ベラにくっつかないよ、うん、ちゃんと。だからそれのコテの選び方と、うん、あとはその溶剤でコテ拭きながら作業やっちゃうか、はい、仕上げやっちゃうか、ね、うん、2パターンなんですよ。一番いいのはやっぱりこのアセトンじゃないですか。気圧いや結構ね、アセトンじゃなくて水使う人も多いよね。水、うん、アセトンだとほら飛んじゃうでしょ、うん、と下手と仕事しタバコ吸ってると、そうそうそう、アセトン引火しちゃうからね、工場の床中が燃えちゃうんだよ。えらい詐欺になっちゃうんだよ、うんうんうん、マジで本当に、うん、だから水だとねそれないから、でいいことに水反応するでしょこれ。あ、そっか、うん、だから悪いことないと思う。 1% までいいもんね。いや工場ね、施工やってる時ね燃えたらね、そりゃね目が当てられないから。
そうすると水でコテ拭いて切っていくのが一番無難です、ね、そうそうそう。で水つけすぎるなよっていうのが、うん、で泡は消しますしね。そうですよね、うん、結構一番いいと思いますよ。すごい。だけど本当に共同的にはコンクリから比べれば何十倍だろう。だからよくビル作るなと思って見てるわけですよ。鉄筋入れるにしても入れないにしても、はいはいはい、そのヘラがいいんかいね、うん、それとも何がいいんだいね。ヘラあるよ、ゴムベラも。どちらか使いたいければ、これヘラだし、うん、そうそうそう、こんな感じ。あ、下地の色があれだから分かるわ。でね、やっぱりゴムベラが一番使いやすい。うん、ゴムベラ使いやすいけどさ、うん、ゴムの硬さかい、硬さと柄の長さとかい、デコボコしたとこには、うん、こう肉つけるのには塗りにくいけどさ、うん、それはね、液状だから ねいくらなんでもつなね、社長ね、その接地面から剥がしちゃダメなの。これ貸して、これでね、プライマー、こっちプライマーですからね、プライマー塗るときはね、しごきながらこう接地面から剥がさないように手前にこう樹脂集めていくわけ。それで塗っていくの。そうじゃないと積算の数字の値が出てこないから。これで高に塗っちゃうと、もう職人さんの使いたいだけ使っちゃうわけ、うん、勝手に。だから、ね、うん、こうやって手前に集めて、手前に集めて塗っていくのが、で均一に塗るんがプライマーの塗り方の一番基本中の基本なんです。うん、でコテはコテの職人さんのあれがありますよね、うん、でもね、この作業を教えてくれるエポキシ屋がいないんですよ。あ、そうすると、100平米でも200平米でも均一にこの厚みが塗れるわけです。で材料も無駄にしないわけで、これで、クールFちゃんはやった時にあれ均一にかなり余ったんだよね。これで、うん、あれ30平米で 1.5 キロだから使った量が。それぐらいですね。そう、200グラムだったら30平米だったら6キロ使うでしょ。これも厚塗り。これはニートかけるから厚塗り。均一にこれだけ砂ばらまくから、これで。すごく腕がいいと思うんですよ、うん、グレフちゃんは、うん、これで砂かけると砂が均一につくわけ。ああ、そうか。それではけ、うん、はけじゃないけどコテでやっちゃうとどうしても色が違うから、もう少し厚く滑ってんで、うん、どんどん厚くなる、うん、これから砂をかけますからね。で、うん、どうしてもニートがいつ接種はあんまり、ね、多くないけど、ちょっとあれやろ、おしゃれでやるところだけで。でもさ、どこそのとこの車入れるところは僕はいいと思うよ。感情カットなんかね、誰かさんがね、チェッカーズフラッグみたいなね、黄色と黒のね、模様のねなんか寝言言ってた会社があるんだよね。そうだったらコンクリートでカラーコンクリート売っちゃうな。そうだろう。バイマケはやっぱり目は潰れますね。うん、まあその乾いた砂が上に乗ってるぐらいのところが工法の一つですね。で明日さ、これ固まったらはけ。でもこれフリク出ないんですか、ボコボコが。ボコボコ出ますよ、下塗りが悪いと。結局下塗りの厚みしか浸透しないわけですね。そういうことです、そういうことです。要するに材料の厚み、樹脂の。樹脂時代だって今言ったらコンマ何ミリでしょ。うん、だからプライマーが下地で吸っちゃうとダメなんですよ。
だから2回塗りぐらいしないとプライマー、1回吸い込むだけ済ませて、もう1回ニート用のプライマーみたいなの塗らないとまばらになっちゃうんです。社長の言う通り、極端に言えばこれで1回さっき 300g やりましたよね、はい、でローラーかけて履き落として、はい、もう1回プライマーかけてってはダメなんですか。いや大丈夫ですよ、ダブルニートとか、うん、2回ニートとか、そういろいろできますよ、やりたい放題。一発目がグリーンで上が赤とかできるよ、ダンダラとかトラガリとかいろいろできるよ。そら砂のさ、砂と材料のさ、色付け具合でいろいろできるよ。でもやっぱこっちの方が作業じゃ早いよ、モルタルした方が。うん、だから要するにあの材料費ケチるかケチんないから。作業性はいいけど多分もう仕上がり見れば、うん、もう仕上がり大体予想つくもん。だからあとはまあ世襲の、はい、どうぞ、ゴムヘラでやってください。パテベラだよ。え？パテベラですよ。パテベラで3倍はどうにかで、そのヘラのウエスでうんと綺麗に拭くのね、何回も。はい、置いとく。どれを？あ、ヘラで粘りが出ちゃうからさ、ヘラ綺麗にしないと抑えられない、これだけ。ちょっと一回伸ばしてみな。うん、ニートと比べてどう打つだけ。どうして頭からかけたの。だからね、その固定をあの水つけたり、アセトンで拭いたりいろいろしますよね。あ、緊張炉忘れたな。そうですね、忘れた。持ってきてないです。あ、持ちてないな。泡拭く。いや、その泡消し、それで緊張炉さ、スッと施工した後にかけるの。そうすると泡が潰れるの。それで腰から緊張炉ぶら下げていくのさ。たら砂の量が多いから厚付けできるし、だけど5倍以上やっちゃうとね、フロアが汚れが目立っちゃうかもしれない。下手するとそれの兼ね合いですね。逆に3倍ぐらいが一番いいのかなって。うん、3倍ぐらいが楽かもしれない。だから5倍ぐらいだと技術がいるんだよこの場合は。そうよね、うん、でも3倍より5倍の方が楽かもしれない。ボソボソボソ、そういう意味では楽かもしれないですよね、うん、作業が要するに固定押さえになっちゃうから。そう、粘りがないから。これ強度的には問題ないです。強度的には問題ない、10倍ぐらいあるから。そうするとあとコテのこの下をきれいにしておくかしておかないかだ。きれいね。だってね。え？だってきれい。きれいだよ。これで逆にもう一回。あのグリーンの床白っぽくなってるんですけどとかかかってきちゃうわけですよ。あ、絶対出ますね。あ、悪くないわけよね、この仕上がりになってれば。でほらお客さんにこれ見せたらさ、知らない人はさ、もう当然こうなるんだなと思って見るから、うん、不思議絶対不思議がんねえから。これがさ、ところどころ白いとかさ、ところどころこの色だとかさ、なっちゃうとさ、どうして問題になったんだとかさ、いう話になるわけだよ。OK。
この後によく見ると小さい気泡がプツプツ表面に上がってるんですよ。はい、上がってますね。で、緊張力かけるとこれがみんな潰れちゃう。おで今日持ってこなかったからあれですけど、タバコのハエでもいい、タバコの粉でもいい、あの煙でもいい、はい、アロン、はい、パーツクリーナー、これ溶剤ですから、いいですか、よく見ててくださいよ、横からでもと、あの気泡が弾けますから、プシュプシュって潰れてるでしょ本当だ、潰れてるでしょ、うん、気泡がね、これ潰れるんですよ。だからパーツクリーナーでもないですけど、緊張るを腰からぶら下げて、これでやったちょっと時間経って気泡が上に上がってきたら、これみんなかけるんですよ。で結構量をいっぱいかけても大丈夫なんだけど、分かんないやつは部屋中これぶんまいたやつがいるんです。理由が緊張る高いやろ。いや、あのね、緊張炉はね、なんでかっていうと、あれが入ってるの、このノズルがすごく精度がいいの。ああ、そう、量産してるからね。それはちょっとジェット気味やもんね。うん。で、これかけないと、気泡があるとね、気泡が結局ゴミをね、気泡 の、 あの破れた中にみんなゴミが入っちゃう。ああ。で、そう、この小さい気泡を潰しとくと、そのゴミが、気泡の潰れたところに入んないで済むわけ。だから黒ずみとか汚れが違う。もう一回かけたらどうなるんですか？ OK ですよ。あ、大丈夫なんですか？うん。で、結構いっぱい、それ実験やったやつがいるんですよ。うん、あの、どのくらいかけたら固まんなくなるかとか。あ、あの、大量に結構かけても大丈夫。2回、3回やっても。だから、あの気泡の潰し方は研究する人たちがいろんな分野でいます、うん、どういう溶剤がいいかとか研究してんだよ、使ってる人たちみんな。このプライマー塗るじゃないですか、はい、プライマー塗るときに例えばですよ、細面で目が粗いとどうしても入りますよね、はい、そうなると自然的にそのプライマーの量が増えるだけで上に入れるものが当然増えるけど、垂れにくいってやつ。社長、これだから垂れにくい、あのトラック塗ったやつ、15、15、15で、こんな厚くなるの？いや、厚く塗れば厚くなるしね。例のチクトル効いてるからだよね。垂れないんですよ。こっちは液状ですけど、こっちはペースト状。だからトラックの立ち上がり面塗っても大丈夫。見た、あのクーリエフさんの床材、はい、で大喜びしてたのは、うん、あの 穴開いたところのコンクリートが、うん、いや埋まった、埋まったっつって喜んでるんですよ。これは塗ったのはやっぱりハケですか？これハケで自ら塗ってますから。あ、そっか、そんなに厚くいらねえんだな。プライマーでしょ？プライマー、いや、これはハケじゃなくてヘラですよ。あ、ヘラヘラヘラ、僕ヘラでさっきみたいにこう手前に引っ張っていくんですよ。あれどれぐらい使いました？ 1.5キロ。あ、それは30平米。それをコロコロなんかでやるとベラボーな量を使っちゃう。そうそうそう、あ、そこまで必要がないと、うん、で 1.5 キロだけど余りましたもんね。うん、余ったから穴のぼっこり開いてるところに流し込んだんだ。なるほどなるほど、うん、そうか、3度目行ってないよ。見たら、だってこのカネライトは積算根拠の 200g は使っちゃうんだもん。カネライトが嘘みたいですよね。だからコンクリートの方が使わないんですよね、積算根拠より。で、これが置いていくでしょ。で、OK でしょ。で、OK だ。ちょっと OK だ。と、これとこれと OK と。で、これはあの軽く作るためにこれやったんですよ、カネライト。あのこのコンパネだと重いんで、はいはいはい、これカネライトを作ったんです。これは同じですから、あ、こっちあのコンパネに作ったんです、はいはいはい、これが1508で、こっちがあのカネライトを使った6815ですから。あの社長のところの底の入り口
クールエッシャン の, あのステップサイドワゴン使ってる、うん、大丈夫です、うん、で知らないほら接種だと温度とかなんか関係なく言うでしょ、うん、言います言います、うん、だから危ないんですよね、まあ、夏じゃなくて要するに秋冬、うん、ゴールデンウィークの頃が一番やっぱりいい頃合いです、時期的には。うん、夏冬はやっぱり避けた方がいいってパターンですよ。でもどうしても曲に集中するんですよね。そう。おお、どう？いいよ。うん、テープ大丈夫だね。壊れないね。班長。どう、ニートは砂がボロボロ取れそう？今こう傾けても取れるんだ、うん、ああそう、取れてる？ニートは、あ、結構沈んでるね。あ、でもこれ刷毛あれだね、取れるね。全然問題ない、取れますね。これが一番綺麗ね。うん、そうかな。でも真ん中がいいですね、うん、やっぱり5倍の固定塗りが一番綺麗だなっては思うけどね、うん、だから固定塗りは職人さんの腕次第になってくるからね、やれる人もとね、うん、あるからね、個人差があるから、まあ、これね意外とね強いですよ。これ5倍でしょ。これ今ハサミ取るじゃな、切れるようになってますよ。こんなんじゃ手に負えない。コンクリートだったら折れるでしょ。折れます、うん、折れない、うん、手切らないようにしてくださいね、エポキシはね結構手切っちゃいますからね。そんなんで叩かないでくれるって話だけど、叩いてみてください。いやいや、でも分かるでしょ。分かる。はい、これがコンクリートの10倍ってやつですよ。ああ、全然違うわ。どうなんですか、違うんですか。全然違う。だからコンクリートでメジとかタイルの修理やってもダメになっちゃうでしょ、うん、だから修理するのはこの辺でやると修理できるんですよ。あ、絶対間違いないや。あ、そう、うん、だから圧縮は平米あたり1トンなんですよ、平米立方っていうのは。はい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 、とかコンクリートだと100キロなんですよ、うん、でエポキシの場合はこういうのやると1トンなんです。それで一番最初言った通り、あの缶工場、はいはいはい、青缶工場のとかレシプロエンジンなんかの3億円とかするエンジンの基礎工事はみんなこれなんですよ、うん、そうじゃないと振動とかあのプレスの、どんどんつう圧力でみんな壊れちゃう、うん、あー、分かった意味合いが、うん、だからこれの分かる、はい、これがコンクリートの10倍ってやつですよ。ああ、全然違うわ。どうなんですか、違うんですか。全然違う。だからコンクリートでメジとかタイルの修理やってもダメになっちゃうでしょ、うん、だから修理するのはこの辺でやると修理できるんですよ。あ、絶対間違いないや。あ、そう、うん、分かる。はい、これがコンクリートの10倍ってやつですよ。ああ、全然違うわ。どうなんですか、違うんですか。全然違う。だからコンクリートでメジとかタイルの修理やってもダメになっちゃうでしょ、うん、だから修理するのはこの辺でやると修理できるんですよ。あ、絶対間違いないや。あ、そう、うん、
手に負えない。コンクリートだったら折れるでしょ。折れます、うん、折れない、うん、切らないようにしてくださいね、ええ、エポキシはね結構手切っちゃいますからね。そんなんで叩かないでくれるって話だけど、叩いてみてください。いやいや、でも分かるでしょ。分かる。はい、これがコンクリートの10倍ってやつですよ。ああ全然違うわ。どうなんですか。違うんですか。全然違う。だからコンクリートで目地とかタイルの修理やってもダメになっちゃうでしょ、うん、だから修理するのはこの辺でやれと修理できるんですよ。あ、絶対間違いないや。あ、そう、うん、だから圧縮は平米あたり1トンなんですよ。平米立方っていうのは。はい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 、ええ、とかコンクリートだと100キロなんですよ、うん、でエポキシの場合はこういうのやると1トンなんですよ。それで一番最初言った通り、あの缶工場、はいはいはい、青缶工場のとかレシプロエンジンなんかの3億円とかするエンジンの基礎工事はみんなこれなんですよ、うん、そうじゃないと振動とかあのプレスの、どんどんつう圧力でみんな壊れちゃう、うん、あー分かった意味合いが、うん、だからこれの、フィラデルフィアレジンに似たっつったじゃないですか、チョコファーストって言うんですけど、はい、それの下地のコンクリートの代わりになるあの基礎工事用のエポキシって、うん、あの千葉かなんかにあの倉庫でみんな取ってあるんですよ。で何トンって取ってあるで、あの流通させるんですよ。で普通だったらコンクリートだったらこんなことやってもボロボロになってるんですよね。あ、そうなんですか、ね、ちょっと気分いいから。本当に本当にこれでポリですか、うん、普通だったら割れるけど、うん、そうなんですか、うん、すごい。まあこれでね、うん、あの固まればいいっていうやつは、うん、これが柔らかいエポキシっていうパターンもあるんですよ。でもこれは硬くて強いんですよ。あ、でブレニちゃんのはそれが売りなんだよね。いやいや、そういうことです。でこれ5倍さっき言った5倍。キメが細かいんだ。5倍やってもらえば分かりますけど、これね意外とね強いですよ。これ5倍でしょ。これ今ハサミ研いだら切れるようになってますよ。あ、こんなんじゃ手に負えない。コンクリートだったら折れるでしょ。折れます、うん、折れない、うん、切らないようにしてくださいね、ええ、エポキシはね結構手切っちゃいますからね。そんなんで叩かないでくれるって話だけど、叩いてみてください。いやいや、でも分かるでしょ。分かる。はい、これがコンクリートの10倍ってやつですよ。ああ全然違うわ。どうなんですか。違うんですか。全然違う。だからコンクリートで目地とかタイルの修理やってもダメになっちゃうでしょ、うん、だから修理するのはこの辺でやれと修理できるんですよ。あ、絶対間違いないや。あ、そう、うん、だから圧縮は平米あたり1トンなんですよ。平米立方っていうのは。はい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 、ええ、とかコンクリートだと100キロなんですよ、うん、でエポキシの場合はこういうのやると1トンなんですよ。それで一番最初言った通り、あの缶工場、はいはいはい、青缶工場のとかレシプロエンジンなんかの3億円とかするエンジンの基礎工事はみんなこれなんですよ。そうじゃないと振動とかあのプレスの、どんどんつう圧力でみんな壊れちゃう、うん、あー分かった意味合いが、うん、だからこれの、フィラデルフィアレジンに似たっつったじゃないですか、チョコファーストって言うんですけど、はい、それの下地のコンクリートの代わりになるあの基礎工事用のエポキシって、うん、あの千葉かなんかにあの倉庫でみんな取ってあるんですよ。で何トンって取ってあるで、あの流通させるんですよ。で普通だったらコンクリートだったらこんなことやってもボロボロになってるんですよね。あ、そうなんですか、ちょっと気分いいから。本当に本当にこれで
っぽりですか、うん、普通だったら割れるけど、うん、そうなんですか、うん、すごい、まあ、これでね、うん、あの固まればいいというやつは、うん、これが柔らかいエポキシっていうパターンもあるんですよ。でもこれは硬くて強いんですよ。あでブレニちゃんのはそれが売りなんだよね。いやいや違う、硬くて強くて高いが売りこれを言うのが最後のちょっと今日気分いいから明日どんぐり1トンぐらい送ってこないで。だからね言い返したんですよ。でも共産で奥田さん1トン送ったからとか言って保管するとこないから。あ大丈夫、持って取り組んだったらトラックなんか両方の社長はいろんなこと言うよね。重いものは持ってくなとか軽いものだけ持ってけとか。でもだけどこれあと今使って思ったんですけど、硬化して例えば固定で仕上げるときにくっつきますよね、はい、あれがやっぱりある程度硬化してくると、はい、目は潰れてくっついてこない、はい、まあ、コンクリなんかいい例なんだけど、そういう風にできるともっと施工性が、やってる方はもう施工性優先になるから、それを裏べらにくっつかないよ、うん、ちゃんと。だからそれのコテの選び方と、うん、あとはその溶剤でコテ拭きながら作業やっちゃうか、はい、仕上げやっちゃうか、ね、うん、2パターンなんですよ。一番いいのはやっぱりこのアセトンじゃないですか。気圧性が高いし、いや結構ねアセトンじゃなくて水使う人も多いよね。水、うん、アセトンだとほら飛んじゃうでしょと、下手と仕事しタバコ吸ってるとアセトン引火しちゃうからね、工場の床中が燃えちゃうんだよ。そっか、えらい騒ぎになっちゃうんだよ、うんうんうん、マジで本当に、うん、だから水だとねそれないから、でいいことに水反応するでしょこれ。あ、そっか、うん、だから悪いことないと思う。 1% までいいもんね。いや工場ね、施工やってる時ね燃えたらね、そりゃね目が当てられないから。そうすると水で固定拭いて切っていくのが一番、ね、そうそうそう、で水つけすぎるなよっていうのが、うん、で泡は消しますしね。そうですよね、うん、結構一番いいと思いますよ。あ、うん、すごい。だけど本当に共同的にはコンクリから比べれば何十倍だろう。だからよくビル作るなと思って見てるわけですよ。鉄筋入れるにしても入れないにしても、はい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 、あ、そのヘラがいいんかいね、うん、それとも何がいいんだいね。ヘラあるよ、ゴムヘラも。どちらか使いたいければ、これヘラだし、うん、そうそうそう、こんな感じ。あ、下地の色があれだから分かるわ。でね、やっぱりゴムヘラが一番使いやすい、うん、うん、ゴムは使いやすいけどさ、うん、ゴムの硬さかい、硬さと柄の長さとかい、あのデコボコしたとこには、うん、こう肉つけるのには塗りにくいけどさ、うん、そりゃね液状だから ねいくらなんでも。つうのはね社長ね、その接地面から剥がしちゃダメなの。これ貸して、これでね、プライマー、このこっちプライマーですからね、プライマー塗るときはね、あのしごきながらこう接地面から剥がさないように手前にこう樹脂集めていくわけ。それで塗っていくの。そうじゃないと積算の数字の値が出てこないから。これで高温に塗っちゃうと、あのもう職人さんの使いたいだけ使っちゃうわけ、うんうん、勝手に。だからう、ね、うん、あのこうやって手前に集めて、手前に集めて塗っていくのが、で均一に塗るのがプライマーの塗り方の一番基本中の基本なんです。うん、うん、でコテはコテの職人さんのあれがありますよね、うん、でもねこの作業を教えてくれるエポキシ屋がいないんですよ。あ、そうすると、100平米でも200平米でも均一にこの厚みが塗れるわけです。で材料も無駄にしないわけで、これで、クールエフちゃんはやった時にあれ
均一にかなり余ったんだよね。これで400グラムぐらいとかね。うん、あれ30平米で 1.5 キロだから使った量が。おそれぐらいですね。そう、200グラムだったら30平米だったら6キロ使うでしょ。これも厚塗り。これはニートかけるから厚塗り均一に、これだけ砂ばらまくから、これで、すごく腕がいいと思うんですよ、うん、グレフちゃんは、うん、これで砂かけると砂が均一につくわけ。ああそうか、それでハケ、うん、ハケじゃないけどコテでやっちゃうとどうしても色が違うから、もう少し厚くすべってどん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 厚くなる、うん、これから 砂をかけますからね。で、うん、どうしてもニートがいつ接種はあんまり多くないけど、ちょっとあれやろ、おしゃれでやるところだけで。でもさ、どこそのとこの車入れるところは僕はいいと思うよ。感情カットなんかね、誰かさんがね、チェッカーズフラッグみたいなね、黄色と黒のね、模様のね、なんか寝言言ってた会社があるんだよね。そうだったらコンクリートでカラーコンクリート売っちゃうな。そうだろバイマットがやっぱり目は潰れますね。うん、まあその乾いた砂が上に乗ってるぐらいのところが工法の一つですね。で明日さ、これ固まったらハケ。でもこれフリク出ないですか、ボコボコが。ボコボコ出ますよ、下塗りが悪いと。結局下塗りの厚みしか浸透しないわけですね。そういうことです、そういうことです。要するに材料の厚み、樹脂の。樹脂時代だって今言ったらコンマ何ミリでしょ。うん、だからプライマーが下地で吸っちゃうとダメなんですよ。だから2回塗りぐらいしないとプライマー、1回吸い込むだけ済ませて、もう1回ニート用のプライマーみたいなの塗らないとまばらになっちゃうんです。社長の言うとおり、極端に言えばこれで1回さっき 300g やりましたよね、はい、でローラーかけて履き落として、はい、もう1回プライマーかけてって言ったらダメなんですか。いや大丈夫ですよ、ダブルニートとか、はい、2回ニートとか、そういろいろできますよ、やりたい放題。一発目がグリーンで上が赤とかできるよ、ダンダラとかトラガリとかいろいろできるよ。そら砂のさ、砂と材料のさ、色付け具合でいろいろできるよ。でもやっぱこっちの方が作業じゃ早いよ、モルタルした方が。うん、だから要するに材料費ケチるかケチんないから。作業性はいいけど多分もう仕上がり見れば、うん、もう仕上がり大体予想つくもん。いや、あとはまあ世襲の、はい、どうぞ、僕もヘラでやってください。パテベラやろ。え、これパテベラですよ。パテベラで3倍はどうにかで、そのヘラのウエスでうんと綺麗に拭くのね、何回も。はい、置いとく。どれを。あ、ヘラで粘りが出ちゃうからさ、ヘラきれいにしないと抑えられない。これだけ。いや、またちょっと一回伸ばしてみたの。うん。ニートと比べてどう？打つだけ。頭からかけられたよ。どうして頭からかけられた。だからね、その固定をあの水つけたり、アセトンで拭いたりいろいろしますよね。あ、緊張炉忘れたな。そうです、忘れた。持ってきてないです。あ、持ちてないな。泡吹くん。その泡消し、それで緊張炉さ、スーッと施工した後にかけるの。そうすると泡が潰れるん。
それで腰から緊張力ぶら下げていくんさ。たら砂の量が多いから厚付けできるし、だけど5倍以上やっちゃうとね、フロアが汚れが目立っちゃうかもしれない。あ、下手するとそれの兼ね合いですね。逆に3倍ぐらいが一番いいのかなって。うん、3倍ぐらいが楽かもしれない。だから5倍ぐらいだと技術がいるんだよこの場合は。そうよね、うん、でも3倍より5倍の方が楽かもしれない。ああ、そういう意味では楽かもしれないですよね、うん、作業が要するに固定押さえになっちゃうから。そう、粘りがないから。これ強度的には問題ないです。強度的には問題ない。10倍ぐらいあるから。そうするとあとコテのこの下をきれいにしとくかしておかないかってだ。きれいね。見立てね。え？見立てきれい。きれいだよ。これで逆にもう一回。あのグリーンの床白っぽくなってるんですけどとかかかってきちゃうわけですよ。あ、絶対出ますね。あ、悪くないわけよ。ね、この仕上がりになってれば。でほら、お客さんにこれ見せたらさ、知らない人はさ、もう当然こうなるんだなと思って見るから。不思議、絶対不思議がんねえから。これがさ、ところどころ白いとかさ、ところどころこの色だとかさ、なっちゃうとさ、どうして問題になったんだとかさ、いう話になるわけだよ。OK。この後に、よく見ると小さい気泡がプツプツ表面に上がってるんですよ。はい、上がってますね。で、緊張力かけると、これがみんな潰れちゃう。で今日持ってこなかったからあれですけど、タバコの灰でもいい、タバコの粉でもいい、煙でもいい、はい、アロン、はい、パーツクリーナー、これ溶剤ですからいいですか。よーく見ててくださいよ、横からでも。と気泡が弾けますから、プシュプシュって潰れてるでしょ。本当だ、潰れてるでしょ、うん、気泡がね、これ潰れるんですよ。だからパーツクリーナーでもないですけど、緊張るを腰からぶら下げて、これでやったちょっと時間経って気泡が上に上がってきたら、これみんなかけるんですよ。で結構量をいっぱいかけても大丈夫なんだけど、分かんないやつは部屋中これぶんまいたやつがいるんです。理由が緊張る高いやろ。いや、ね、緊張るはね、なんでかっていうと、あれが入ってるの、このノズルがすごく精度がいいの。ああ、そう、量産してるからね。それはちょっとジェット気味やもんね。うん、で、これかけないと気泡があるとね、気泡が結局ゴミをね、気泡 の, 破れた中にみんなゴミが入っちゃう。ああ、で、そう、この小さい気泡を潰しとくと、そのゴミが気泡の潰れたところに入んないで済むわけ。だから黒ずみとか汚れが違う。もう一回かけたらどうなるの？あ、OK ですよ。あ、大丈夫なんですか？うん。で、結構いっぱい、それ実験やったやつがいるんですよ。うん、どのくらいかけたら固まんなくなるかとか。大量に結構かけても大丈夫。2回、3回やっても。だから気泡の潰し方は研究する人たちがいろんな分野でいます、うん、どういう溶剤がいいかとか研究してんだよ、使ってる人たちみんな。このフライマー塗るじゃないですか、はい、フライマー塗るときに例えばですよ、細面で目が粗いとどうしても入りますよね、はい、そうなると自然的にそのプライマーの量が増えるだけで上に入れるものが当然増えるけど、で、あれにくいってやつ。
社長、これだから垂れにくいあのトラック塗ったやつ、いちごいちごいちごで、こんな厚くなるの？いや、厚く塗れば厚くなるですね。例のチクトロ効いてるからだよね。垂れないんですよ。こっちは液状ですけど、こっちはペースト状。だからトラックの立ち上がり面でも、やっぱ見たあのクーレフさんの床材、はい、で大喜びしてたのは、うん、あの 穴開いたところのコンクリートが、うん、いや埋まった埋まったっつって喜んでるんですよ。これは塗ったのはやっぱりハケですか？これハケで自ら塗ってますから。あ、そっか、そんなに厚くいらねえんだな。プライマーでしょ？プライマー、いやこれはハケじゃなくてヘラですよ。あ、ヘラヘラヘラ、でもヘラでさっきみたいにこう手前に引っ張っていくんですよ。あれどれぐらい使いました？ 1.5キロ。あ、それは30平米。それをコロコロなんかでやるとベラボーな量を使っちゃう。そうそうそう、そこまで必要がないと、うん、1.5キロだけど余りましたもんね、うん、余ったから穴のぼっこり開いてるところに流し込んだんです、うん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 、なるほどなるほど、うん、3度目ってなるよ。見たらだってこのカネライトは積算根拠の 200g は使っちゃうんだもん。このカネライトが嘘みたいですよね。だからコンクリートの方が使わないんですよね、積算根拠より。でこれが置いていくでしょ、で OK でしょ、で OK だ、で OK だと、これとこれと OK と、でこれはあの軽く作るためにこれやったんですよ、カネライト。あのこのコンパネだと重いんで、はいはいはい、これカネライトを作ったんです。これは同じですから、あこっちあのコンパネに作ったんです、はいはいはい、これが1508で、こっちがあのカネライトを使った6815ですから。あの社長のところのそこの入り口、クールエッシャン あのステップサイドワゴン使ってる、うん、大丈夫です、うん、で知らないほら接種だと温度とかなんか関係なく言うでしょ、うん、言います言います、うん、だから危ないんですよね。まあ、夏じゃなくて要するに秋冬、うん、ゴールデンウィークの頃が一番やっぱりいい頃合いです、時期的には。うん、夏冬はやっぱり避けた方がいいってパターンですよ。でもどうしても特に集中するんですよね。そう、いいね、おどう、いいよ、テープ大丈夫だね、壊れないね。班長、はい、エポキシ作るの、はい、どう、ニートは砂がボロボロ取れそう？今こう傾けても取れるんだ、うん、ああそう、取れてる？ニートは、あ、結構沈んでるね。あ、でもこれ刷毛あれだね、取れるね、全然問題ない、取れますね。 OK、 これが一番綺麗ね。そうかな、でも真ん中がいいですね、うん、でだ、おい、やっぱり5倍の固定塗りが一番綺麗だなっては思うけどね、うん、固定塗りは職人さんの腕次第になってくるからね、やれる人もとね、うん、あるからね、個人差があるから、まあ、これね意外とね強いですよ。これ5倍でしょ、これ今ハサミ研いだら切れるようになってますよ。こんなんじゃ手に負えない。コンクリートだったら折れるでしょ。折れます、うん、折れない、うん、手切らないようにしてくださいね、ええ、エポキシはね結構手切っちゃいますからね。そんなんで叩かないでくれるって話だけど、叩いてみてください。いやいや、でも分かるでしょ。分かる、はい、これがコンクリートの10倍ってやつですよ。ああ、全然違うわ。どうなんですか、
違うんですか？全然違う。だからコンクリートで目地とかタイルの修理やってもダメになっちゃうでしょ、うん、だから修理するのはこの辺でやれと修理できるんですよ。あ、絶対間違いないや。あ、そう、うん、だから圧縮は平米あたり1トンなんですよ。平米立方っていうのは、はい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 、とかコンクリートだと100キロなんですよ、うん、でエポキシの場合はこういうのやると1トンなんですよ。それで一番最初言った通り、あの缶工場、はいはいはい、青缶工場のとかレシプロエンジンなんかの3億円とかするエンジンの基礎工事はみんなこれなんですよ、うん、そうじゃないと振動とかあのプレスの、どんどんつう圧力でみんな壊れちゃう、うん、あー分かった意味合いが、うん、だからこれの